化粧当選開封のギー当たったよ当たったよいやってよかった。私さ、今回、カルビー大収穫祭は、金曜日に届いてる、届いたみたいな報告がですね、参見されてですね、私金曜日の段階で届いてなかったのね。やばーとか思って。 あの今年の2024年のカルビー大収穫祭は個数ではなく連続記録を狙ってるっていう感じで結構第1回目はまああの郵便料金の値上げ関係に伴ってですね通常の1回目よりもちょっと難易度高いんじゃないかなと思って割と高得点で攻めたんですよ。 それで当たらなかったら、もう抽選システムとか方式とかが、もうガラッと変わっちゃったのかなって。あの、私の場合、カルビーの、えー、オリパ系の方では応募してないので、それはですね、簡単なことでして、オリパ系というのはですね、うん、このように、 食ってから折,る、まあ、折り方すら分かっていないっていうあのこれや,やるのうちのちびすけがいつもやってるんだけどんこれをねあの折ってあのスマホで、まあ、のここら辺にある番号を認識識別してあのポイントがたまっていってそれで応募するっていうのがウェブからの応募なんですね。 そっちの方の、あの、オリパ系の方の、あの、しっかり食べた人、確実に食べて応募してる人からの応募の方を優先してるのかなって、昨年から、うん、そんな気はしてたんですよ。で、私はですね、あの、ものすごくカルビーのポテトチップスを寝、ね、ながら食ってコーラをガブガブ飲んでるイメージがあるみたいなんですよね。8年ぐらい前にそういうような誹謗中傷みたいな。 ことをですね、歌詞ばっか食ってるみたいなことをですねケチだのドケチだのーなんか言われたりとか貧乏ドケチ貧乏ケチとか言われてたんですけど歌詞ばっか食ってるとかテレ寝ながらテレビ見て菓子食ってるとかまあそういうですねはいことを言われてたんですけど実際私はポテトチップス食べないんですよね。 うん、で、好き嫌いがむっちゃ激しいタイプなのであんまなんかポテチ食べないんですよポテチ食べないんですそれでまあ今回もうそうねまずはあの安心したはっきり言って安心したマージやべ、ベマージやべ、ベちょっとその後にちこ,こちらねこちらまだあるんだよ私もうすぐなんかスーッて出てくるのすごくないこれおーおおおこれカルビー総選挙のもうね賞味期限切れだったの 証明切れちゃったんで食べていかなきゃいけないんですけどまあ残ってるやつねこう、うん、あの箱的にせっかくなので、うんでこれを、うん、食べるとしたら黒子だよね子供にはあんまり食べさせたくはないので、うん、カルビー総選挙まだまだ箱,か箱も持ってるっていうさ こむちゃくちゃでかい。今までで当たったやつでまあ伊藤園のやつもドンって箱でかいんですけど、もう結構掃除しなきゃいけないから、これも早くつぶ箱を潰して、部屋をきれいに。っていうことでですね、こちら。あの、軽いは軽いです。そんなに重くはないので。もうフルグラムも賞味期限切れてきて。で、実のところ私はですね、ポテチを食べてないので、これの折りパケで応募するのほんときついんですよ。 ポイントでなんとかなるっていう検証だったら金に物を言わせれば貧乏どけチとか言われてるけど真逆なんだよ。私は貧乏どけちではない。投資をするタイプなのでまあ自分のねそのガイドラインっていうのかな。うん、なんか適正価格とか まあそれは、あのー、いくらだろうが金に糸目をつけないような感じではしてないんですけれども、でも、えー、メルカリとかヤフオクとかで結構、このポイントとかを、あのー、買って応募したりとかしてるんで、大赤字なんですよね。こういうフルグラとかのポイント、むっちゃ今高騰してるんで、カルビーで、 えー、なんだろうあれディズニーやった時からポイントが1ポイント3円とかぐらい平均だったのがあのこう10円ぐらいまで上がったんだよディズニーで。あ総選挙の時も何どんな検証なのかよくわからないけど10点で一口みたいな感じだとやっぱりね3ポイントで勝負なんてね無理なんですよ。 やっぱり強いのがフルグラの、フルグラで一番、あのー、高得点なのは30何ポイントとかなんだけど、フルグラもまあ、食べてるっちゃった、私は食べないよ。私は朝昼とご飯食べないので、食べれないので、なんか、まあ、腹も空かない。私の場合はなんか寝る寸前になんか食事を取りたくなるっていう、なんかよくわかんない。これ病気なんですかっていう、あの、感じなので、 夜中に食べるからすごいよろしくない。体によろしくないっていう、あの、多分これ接触障害のよくわかんないバージョン。最先端の接触障害だと思うんですけどね。起きてるときはご飯食べたくないんだよ。だから。うん。でも寝る寸前になるとポテトチップスでもいいから食べようかなとか思うんだよ。危険でしょこれ。 まあ、幾度かだから寝ながらポテトチップスを食べている、あのー、時とかあったみたいで、ただ私の場合はポテトチップスでも好き嫌いがものすごい激しいので、なんかね、あのー、薄塩とか海苔とか、なんか知ってる味以外は無理。だな、知ってるポテトチップス以外は食べれ、食べないので、 あのー、まあ、薄塩が入ってた時はやばいよね、みたいな。あと、薄塩とか、海苔とかはやばかったよね、みたいな。でも、なんか、昆布みたいなやつ、和風のやつとか、なんか、おまけについてるやつが、ちょっとなんか、癖があるやつだったら、絶対食わないから。うん。はい。ということです。開けていきましょうね。今回、だからやばかった。金曜日に届いてますって言われて、金曜日届かなくて。 まあなんか、プライドとして、佐川に電話かけて、あ、来てないんだけどおかしいとかっていうのもさ、当たってるかどうかわかんない検証に対してさ、おかしいっていうのも、LINE とかもチェックしちゃったよね。佐川は LINE の,あの通知サービスとか来るんで、で、第1回目は、まあ、よく使う検証の名前で出すから、まあ LINE 登録してるから、で、それでも来てなかったんで、うわ、ちょっとこれ、なんか、 白くなっちゃった。ちょっと嫌だね。今回の箱、すごいカラフルですね。ワクワクするね。まさか今回のも、解約されてんのかな人数とか。はよう、開けやっていや、でも開けてる人結構いるから、そんな。え、でも10万名は10万名なんでしょう。でもさ、もう、もう、ロックオンされてると思うんだよね。うちの。わ、茶色が出た。じゃがいもは生ものです。 商品をお受け取りはで、で、ぞ、こに。コンソメパンチ、コンソメパンチは食えます。ちっちゃいですね。25年3月までのコンソメパンチ、おまけついてえー、でもこ、でも最近はちょっと胃がもたれるんで、ポテトチップス食わないですね。おぉ。バトンみたいなやつが入ってた時とかもあった。 まあ最近はちょっとこうやって袋に何何これちょっと大丈夫あんまりなんかこれでさ事務局に文句なんか言おうもんならさロックオンされたら嫌だからさおとなしくおとなしくおとなしくし,しときたいもんですねうん辻に当たりましたよかったこれそんなおしゃれなバッグでしょうかって思ったんだけどでもさ 当たんないかもしれないって思った時には、ものすげえなんかあの、危機感を感じましたね、今回は。いやー、ちょっとまじ、肝を冷やすっていうかな。今回、ちょっとカルビ大収穫さ記録と絶えるかと思いましたが、無事に、81回連続当選決まりましたあ、ちなみにこれ多分、 えー、同ポイントで名古屋でも出してるんで <laughs> 名古屋もう多分当たってると思うんだよねちょっとわかんない第1回目はとにかくとか結局なんだかんだと自己保身のためにですね絶対毎し当てようと思ってたんでまああの2枚以上は出してるんで最悪20個当たるかもしれないですねあ届いたら届いたで、ね、文句言って あの届かなかったらむっちゃなんか不安っていうこれ「やだねーいやあと43日」って書いてあったよ「カルビー大収穫祭の」のサイトまで確認しちゃったもん私「カルビー大収穫祭の」のサイトまで確認しちゃったよでえちなみにですねこの応募のスケジュールがこれからここからもう今第5回までちょっと待って。 ちゃんとここ解説していこうね。ちゃんと。今、第5回まで応募がもう終わってますうん。10月18日抽選っていうのが第5回までなんで、ここから毎週毎週、今回金曜日届く可能性があったりとかするから、ちょっと怖いね。ドキドキするね。これから。うち土曜日でしたよ。先ほど来て、で昨日の動画とか撮ってなくて、で、ちなみにですね、 え10月え本日は10月の19日なんですけれどもハリネズミサクラが亡くがなっってしまったんですよ昨日の夜になんかうちのちっぴすけが学校から帰ってきてハリネズミさくらを見た時にちょっと白いとかまあずっと3か月もう半年ぐらい通院してる感じにはなるんですけれどもでもあのー。 ご飯食べてて体重も 500g ぐらいキープしててあのー、ねなんかお薬でなんとかこう保ってた感じだったんですけど止血剤が今なんか入らなくなった入手できなくなったとかで止血剤が出なくて造血剤に切り替わってからうんででもなんか。 すっごい弱々しくなってでその苦しみ見抜いてとかそういう感じじゃなくて昨日たまたま私があの餌が減っててもうおばあちゃんなんで高齢なんであんま無茶なことをしないんですよ。あの動画とかもちょっと薄暗いとか暗いとか言われるけどあえて照明とかハリネズミはあの夜行性の。 あれなんでで目はほとんど見えてなくてモグラなんですよだからあのあまり明るいところの方がダメなので、えー、電気とか付けてないんですよこれこれ電気つければ空あの綺麗に見えるんだけど電気つけないで最後の最後昨日の夜の夜の12時ぐらいかな11時から12時ぐらいまではこのうちのちびすけが回路を持って温めながら ミルクをあげたっていう感じなんだけどその前の時に私がご飯を継ぎ足してあげてそれは食べなくて「あ食べてないご飯食べてないから」って言って夜ミルクを1回あげたっていうそんな感じで、えー、朝朝に行く時に確認した時は「さくら元気元気っていうかまあ生きてるよね」みたいな感じで生きてはいたんだけど。 帰ってきて確認した時に、午前の八時、九時、九時に確認した時に、なくなってたっていう感じですね。だから、結構、今日はちょっと、いつものったら、昨年とか、桜だったかな。昨年、桜とか、あとはひき肉がチビで、あの、チビのうずらで。 やってたんだけど、二人とも亡くなってしまって、今年はどうしようっていう感じなんですよね。もう動物出すなよって感じかもしれないんですけど。いや、うずらもね、ハリネズミも寿命が短かったりとかするんで、うずらは割とあの苦しまないでポクッと亡くなっちゃうパターンが多いんだけど、ハリネズミはものすごくあの、 病院に行ったりとかするので結構範囲にはえなないかなってうち合い3匹飼って左右が3歳1ヶ月ぐらいで亡くなって健太が3歳半年さくらが4歳3ヶ月2日一番長い生きしてるんですけれどもその4年がすごい早かったんで私ハリネズミ検証生活って書いてあるのハリネズミが全員いなくなってしまいました。はいそれで まあもうねペットロスになってじゃあもう一回ハリネズミ飼いますかっていうとやっぱその寿命が短いので寿命が短い中で、まあ、ハリネズミ自体がまあ3年から5年って書いてあるんですけれども大体3歳でもう結構あのあそうね人間で言うと780ぐらいな。 年齢にななるかなってで人間でもやっぱり70歳ぐらいで亡くなっちゃう方、えー、西田敏行さんみたいに70代でしょあの方は70歳ぐらいで亡くなる方と、まあ、90ぐらいで亡くなる方と、まあ、大体90歳超えると亡くなって100歳まではちょっとなかなか普通に健康で生き生きとして生きれる感じではない感じは分かっていただけますかね。まあそうね、まあ、これになってくると やっぱりその働き続けるのは無理でさ、やっぱ議員ぐらいでしょ、それはあれは仕事が楽だからでしょ、80でもやってられるのはっていう感じで、まあたい70とか超えてくると、どこかしら動きもね、ちょっと、で、私なんかもうちょっとなんか目の調子が良くないかったりとかしてくるんで、まあその健康のまま100歳までは無理だなっていうのちょっと実感しつつあるんですけど、まあでも運転とかもできるんで、そんななんかあの、 なんだろう高齢者体験のあの感じではないけどもうあの前世紀からするとやっぱり老化してくるわけですよいろいろ朝は我が身ですよあの,あのこう髪の毛がガシガシラなんか白髪になってきたりとかして白髪にまたなってきてちょびちょび白髪目立ってくれないからもう白髪やべえぞーになってきてあと目とかもスマホ老眼みたいな感じでやべえぞやべえぞっていうのが なってくるわけですよこれ30代後半ぐらいからなってくるような感じですねまあどうにもならんよこれはあ,あ,あとは子供を産んだか産まないかとか食生活とかにもよると思うんですけどさくらの場合は割と、あのー、あいつハリネズミ魂が強かったことあったんであんまりなんかあの遊んでなかったんですねだから人間が可愛がれば可愛がるほどハリネズミは寿命が短くなるっていう感じ。 なんです、ね、もうなんか昨日の桜は全然針も立てなくてなんかちびすけのあれにあとうの声を聞きながらで電気はつけられなかったんだけどうーんあんま苦しんではいなかったような感じで左右とかは苦しむのがまあ少なかったかなってでこれもねなんか治療とかも、まあ、小動物なんで、まあ、保険は効かないしまあアニコムかなんか入れば 保険にね3割とか2割とかいろいろなプランがあると思うんですけれどもハリネズミ自体円高とかって言っても大体4万ぐらいの個体なんですねそれに対してアニコムの3割保険が年間2万5,000円ぐらいかかるわけですよ。とかハリネズミは意外とねお金まあでももっとウサギさんとかね もっとその個体が大きくなればなるほどあのお金もかかったり寿命が長くて高齢な動物を介護するとやっぱ動物病院とかお金がすごいかかったりとかするんでハネネズミさんも手術してとかっていう人もいたりとかするんだけどうちの場合はね麻酔とか検査とかがちょっとかわいそうかなって麻酔をかけて二度と目が覚めないかもしれませんのサインするのが嫌だから。 だったら今できる、えー、治療で何とかしてくださいみたいな感じで治療をお願いしてるので対処療法でやってるんだけど3人とも全然なんか病気が違ってて左右はもう腎臓かなんかが悪くて、うん、お水をすごいいっぱい飲んでおトイレいっぱいしてっていう、うん、腎疾患だと思うんだよね多分、うん。それでケンタはあの口のがん だからがんで一番かわいそうだったのは健太見てて闘病生活もえ6ヶ月ぐらい闘病してる中で進行がすごいハリネズミとか進行が早いのでなんかどんどん見てられなくなるかなって口が腫れてってご飯が食べれなくなってミルクを飲むようになるんだけど結構なんかその顔とかがどんどん潰れていくのがちょっとつらかったかなって。 口のところのがん細胞とか広がってるところの目がで悪くなってとか片目だけになっちゃったりとかするところとか結構つらかったですけどちゃんと命に向き合ってですねあのハリネズミの寿命はといろ昨日とかもさくらが体調悪そうだったから今日なんか病院に連れて行こうかでもすごい動物病院土日とかすごい混むんで。 どううしよよかとで割とでで割近くにないんですよエキゾチックアニマルっていうカテゴリーになるんでね普通の犬猫の動物病院はその辺にいっぱいあるんだけどしっかりあのハリネズミのなんかこうレントゲンを取ったりとか検査とかしたりとかして診れる病院ってなかなかね近くいなくて電車に乗って1時間ぐらいか,か,っかけていくっていうところだと,だと本人も体調が悪い時に。 あの移動するとどうだろうねなんて話してて、まあ、朝亡くなってたんで、うん、それのね対応っていうのかなハリネズミさんとかだと結構あのペットの,あの仮装の業者さんがいてうちに来てくれるんですよ出張で。で駐車場って、まあ、小型の,あのまあなんか仮装する。 機械を設置してちゃんとであのうーん,なんか鳥だと焼き鳥になっちゃうんじゃないかとかもうあのすそれで仮装とかするともう骨とかも全然鳥とかは残らないんだけどさくらさんとかだとですねあのハリネズミだとちゃんとその,あのプロの業者さんだとちゃんとなんかお骨に入れてくれたりとかあとはそのペットのこれに人数分これ。 こ,このなんかちょっと足跡っぽいやつでお骨をね、えー、これさくらさんなんですこれさくらさんがロケット一応お骨で帰ってきて今お家の中に入れてあげているんですけどまあ、くら最後のさくらさんが。うん で、これね、意外とロケットをキーホルダーにしていつも一緒って言ってやってて、その、切ないのがここが結構取れやすいんですよ、パカッと。左右、左右はここ頭しか残ってな,なくて、私はお財布につけてるんで大丈夫なんだけど、でね、家族の、あのー、まあ、うちのコがですね、左右のやつをリュックにつけてて、これがいつの間にかなくなっちゃって、 泣かないよみたいな <laughs>。なんかだからこれは持ち歩かない方がいいってことになってるね。でハネネズミって針が5,000本ぐらいねあの生きてる時の個体であるんだけど亡くなった時ハネネズミって針がわーっと抜けちゃってとかそういうこともなくちゃんとあの針があの普通に体にギシッとついて、うん なんもなくなってるんだかなくなってないんだかでも冷たくてやっぱり死後硬直とかしてるからそのうち硬くはなってきたりとかするんだけど見た感じ全然なくなってるのか寝てるのか、まあ普段の付き合いもそんなになんかあのあのあの遊べる動物ではないのでなくなってるのかどうなのかとかも分かんない感じでなくなった時に5,000本ぐらい。 とかかって思うももしれれないんだけれどもあの亡くなる時に針が取れやすくなるとかそういうこともなく日々生活してる中で抜けてる抜け針はこのように保管はしてますけれどもあの亡くなりそうになったから思い出にって言って肉体からこうまあキュッとか言って抜くとかっていうのもあとはなんか切るとかっていうのもすごくなんか切ない感じなのでそのままあの。 ハリランドにっていう感じですねハリランドウズランドなんかそういう,うなあな感じであの第2の人生をハリセオとかウズせよとかって思うことに,にしてる感じ結構ペット飼ってるとその亡くなる時がきついですねもう最近はもうそれですねでだから亡くなるその弱っていく、えー、やつがちょっと耐えられないから。 ちょっと次のペットは飼わないで今の子たちを全員なんかしっかり責任を持って飼ってっていうパターンにしてますね今一番うずらたちで長生きしてるのがうず太郎あの子はオスなんで卵産まないから長生きはしてますけど3年4年目ぐらい3年ハリネズミの次なんで4年はまだたって3年ぐらいかなっていう感じですかね はい、なんうずらも結構年取ってくると羽が抜けてって「おじいちゃん!」みたいな感じで、はい、す。で一番若い子たちが、えー、あのねかたくが卵を温めて育てた子たちのパンダとイソギンチャクです。はい、なんか嬉しいお知らせがまたあるかもしれないのでちょっとお待ちください。 はい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 ああああこれなんか来たなんか来たって言ってこれをアップするとえああはい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  これをそのまんまアップすると伝票が写ってしまうので、あれね、ちょっと、ね、ちょっとこれ、なんかちょうど話の、まあ、ちょっとハリネズミ検証生活なんですけど、ハリネズミいないけど、ハリネズミ検証生活っていうことで、ね。 まあ最後の方ハリネズミさんが全然出てこなかったっていうのはハリネズミさんが恒例になってしまったのでちょっと海鮮丼セットねはい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 これ冷蔵庫入れ,入れ,入れていいいはいはいはうはいはちはいはいっいいは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  お待たせーしますしーあたせーしますしーあとはうーんこちら <laughs> なんかここ誤爆しないように石石あとなんか高級なシャンプーも届いてたな高級なシャンプーなんかいくら2万2万二万1万二千円だか 1>, 1万2千円で結構1万2万2万って言われてから1万2千円ってあれだけどシャンプーであなた1万2千円は結構高いですよ <laughs> あ開かない開かない、まあ、よかったカルビー大収穫祭がカルビー大収穫祭のあそこれからまた、ね、出なきゃいけないのよあこれこれもなんだ化粧品 シャンプーの高級なやつは、またここにダウンってンあれ、割と箱がいかつかったんで,で、これ洗顔フォームですね。うん、洗顔フォームです。顔がつりそうなんで、あんまり深くてめません。誤爆したくないんで。で、じゃあちょっとあの最後にカルビーの大収穫祭の、ね、ここからですね、まあ、当選品を見てから、このタイミングからちょっと当てようかなって。 思ってる方とかっていらっしゃると思うんですけれども、あの、ちょっと解説したいと思います。カルビー大収穫祭の方ですね。えー、こちら。えー、今ですね、ここ、間に合うとしたら第6回です。もうこの5回まで全部終わってるんで、ここはあの土曜日に毎週届くのが、ちょっとイレギュラーに金曜日に届き出してるから、ちょっと今年はマジに焦ったんですけれども、えー、第6回目が10月25日の抽選。 ってことなんで、これより前に送らなきゃいけない。もうだからなるべくなる早で、最近郵便がですね、ちょっと普通郵便むっちゃ時間かかったりとか、すっごいね、郵便局ね、ちょんぼしてるんで、なるべくもう早めに送ってください。そうそう、第6回目。えー、ここがですね、多分、 あのこの芋の投稿を見てみんなが見てですね当たってない方とかがあの結構倍増したポイントで狙ってくるんでこうこのまあ第1回目結構あの難易度高くなってます最近。でこの10月4日のここの締め切りあ締め切り抽選までの部分も割と今年は郵便料金値上げにえー関してその123回っていうのは 狙い目ですよとか、まあ、その最初ぐらいまあ初回は外した23回目とかが穴ですよみたいな感じではあったんですけれどもここも難易度が高くなっちゃってるんですよはっきり言って。 まあそれで郵便料金高くなってから Ruby プラスプログラムとかで行く人がいるんじゃないかなって私は思ってたんですけれどもやっぱり初回の方から Ruby プログラムの方のウェブの方からの応募の人たちがえ当選してる報告がすごく多いのでやっぱりあのー 実際に食ってですね <laughs>、やってる人たち。あれはっきり言って実際に食ってる人たちだと思ってるんで、私実際に食,食ってない層として、ここに、あの、やってる。ただ、あの、これでですね、すごい金儲けをしてるぐらいな感じで、ケチとか貧乏とか言ってるけど、これ当てるために、このジャガイモの価格以上のポイントの、このね、今高騰してますから、ポイントを つけないと、今、現状も、じゃがいも当たんなくなっちゃってるんですよ。だから、こんなのなんか数を当てて、ね、あの、芋なんかそんなに食えないから、そんなにあの、自己消費でね、40箱とか、うち40箱ぐらい当たってたでしょ ?30 以上は絶対に当たってるんで、まあ、ほぼ98%とか99%と出したら当たる。で、当たるボーダーラインを、 あの真剣に今年はなんか模索してるんで、えー、割と高,高得点やってまあこれがボーダーっていう数字を今今年なんかは模索しようかなと思ってはいるんですけれどもまあ割と高,高得点貼らないとダメですよとこれ基本的に2ポイント12ポイント2点が1になるんでまああのえー 普通の普通のやつこれついてるのかなひばいあこれだと2222まあ大体100円ぐらいのがこここれ2ポイントだと111なんですよ2カルビーポイント2ポイントで一口なわけですよで一口二口じゃ当たんねもう48とかねそれくらいのポイントじゃ当たんねえんだよ今もう70ポイント 70口ぐらいでも当たらないので、はっきり言って、初回なんか多分100以上、150でも当たらないっていう人いたりするんで、現実ですよ。嘘って,って言ってるかもしれないけど、検証っていうのはなんだか知らないけど、私、運が良くて楽に当ててますま。あまあ楽師匠、いじーどよっつって、楽をね、すごいなんか売りにする人、すごい多いんですよ。で、壁の場合は、お金。 かけてなくても大儲けしてますよっていうのがむっちゃなんかのステータスみたいになってるんですよ。それを信じる信じないはご自身です。もう私が言ってるのはこいつ嘘つきっぽいからとかそのイメージでね勝手に決めてねそれはね見た目がね あの、ほんわかしてて、ほんわか、あのほんわかじゃないよ。あのほんわかじゃなくてね、えー、検証の雑誌とかに載ってる、まあこう、まあ、まだ子供さんがさ、うちよりも10歳ぐらい下のさ、層のさ、あの、ちょっと、ほんわかしてる、あれ、いるじゃん、あの、なん検証れ、な、な、な、あれ、検証ギャルズじゃなくて、わかんない、なんとかセブン。なんかよくわかんないけど、AKB みたいなさ、ノり全然 AKB じゃねえよ、もう、間違いなく。AKB は、 あれは20代前半とか、も、ま、う、あ、10代のお姉ちゃんだから AKB、AK B 乃木坂とか、欅坂もっと若いよね。いやいや、なんかそれを狙ってるんだからの、なんか、あの、なんかいいんじゃん。なんか、あの、もうもう、だってもう子供、結婚してたらも結婚してたもうまず価値半、半減以下だからね、もう。7割減だから。子供いたらもう8割減だから。まあその中で子供もいて、あ、でもね、 どんなに、あれでも、子供さんいたら普通倫理的に無理でしょ。結婚してても、まあ浮気すりゃいいかっていうのが、何割かいたとして、3割ぐらいいたとして、まあ7割減になるわけです。結婚したら。ね、その25歳とか、まあ20代だとしても、結婚したらまあ7割減です。持てなくなります。ガクッと。まあ25歳超えると、またこれも持てなくなるんだけど、まあ世間で言う25歳。 の、あの持てなくなるっていうのは、普通に三割減ぐらいな、三割四割減ぐらいな。感じですよ。でも結婚したら、まあ、ここで七割減。ね、で、子供がいたら、八割減になって。子供連れのお母さんと、えー、ウキウキして、それを見て、うーかわ、可愛い、素敵や。恋愛したいって思うやつなんか、ほとんどいないんだから、ま八、あ、割減と言っておきましょう。まあ、八割九割減だと思いますわ。 あそうなるんですよ。で、それがもう35歳超えたらね、もう9割減も、あの、人としての価値もなくなってくるんじゃねえかっていうくらい、35歳過ぎると、相手してくれる人、見てくれる人が20歳以上年上、55歳以上の、まあもう、独身を貫いてらっしゃる55歳以上も、そろそろ還暦も近づいてきて、一人が寂しいな。今から自分の子供を産んで育てるのはきついな。 子供がいて、まあ、30代の女性だったらでバツ1時とかだったらまあいいかなと、まあ、余生をなんとなく一緒に過ごしてそのいる子どももまあいい自分の子どもから今55とか過ぎてからさ子どもを「自分の子ども!」ってこだわってたら死ぬまでで面倒見れないからさそういう層の人たちぐらいからしかモテなくなるから間違いなく。だから35歳 あなんとかって言って。まず、あ、それでもちょっとさ、見た目がさ、小綺麗だったりとかするとさ、そっちの方が信用できるじゃん。なんで、ぶっちゃけてるさ、ドラえもんの声なんか誰も聞いてくんねえんだよ。いや、でもさ、これ喋り方もこうだしね。でもね、はっきり言って、ドラえもんの方がちゃんと真実を語ってるからね。そんなんじゃ当たんねえよ。そんなんじゃ当たんねえよ。検証なんてね、別に儲けてるわけじゃなくて、もうやりたくねえんだよ。 もうやりたくねえんだよ。もう勘弁してくれよ。って、えー、言ってるドラえもんの方がちゃんと真実を言ってるよ。嘘だーと嘘だー、えっとかさ、48点で当てたとか言っ,て言ってる、書いてる。雑誌が神とかテレビとか雑誌とかが真実を語ってると思ったら大間違いでございますよ。それをじゃあ、じゃあ、じゃあその人の真似してみてくださいよ。当たんねえから。何回も騙されては、テレビは嘘。 雑誌も嘘。いやもう忖度があるから。テレビなんか特にね、もうあの映像として出して OK が出る店にしか取材行かないわけだから、取材 NG なところからの情報なんか何もないわけでしょだめじゃん。じゃあ雑誌、もう雑誌なんかね、はっきり言って2ヶ月遅れるから情報遅いんだよ。もネットでさ、自分でこうやって YouTube で私なんか今、今来たやつを今撮ってんだよ。すげえ今届いたやつはそのまま。 えっつって、もう、もうなんか秒で出してんだよ。今、今受け取ったでしょそれをわーって出してやったら、それにか勝るものはないでしょうよ。で、実際、現状、雑誌がこれをカルビー出資格差の何ポイントで達人当ててますとか言って言ったとしてもだ。出して、出た頃には、もう検証終わってんだよ。だって43日あと終わりますって言ってんだから、これ届いた写真を載せて、何ポイント出てましたってぬるいことやってたら、間に合わねえの。ね。で、 1> もう第1回第2回第3回とかは今回は、えーまあ、郵便料金の値上げえげつない値上げでしたよ、まあ、えぐいですよ85円になっちゃってんのもんえぐい値上げがあったんでこれねああここまでの間で応募してる人が結構いるんでここの真の狙い目はこの 4回、5回ぐらいが狙い目です。で、ここの第6回っていうのはこのものを見て、え、うわやってるんだって、ここから気がつくそうとかもいるんだよ。検証全然やってなくて。ここら辺でも当たってる人たちなんかは結構もうロックンされてるんでね。ずーっと当たり続けるの。すっごい辛いの。普通の人が、普通に70口で出し続けてて、1回どこかでスコンって当たるっていうのと、もう当て続けていってるのはもう、 所かいんですよもう絶対当たるっていうさの土台にまで持っていかないと当て続けるのは結構きついんですね連続当選記録とかもだから戦略を立てて、えー、今回はこっちの拠点で当てて次回はあっちの拠点で当てて次はこっちの事務所で当ててとかっていう戦略を実際立てて連続当選記録だけは狙っていこうと。 で,自己消費でいけるやつででこうとでもまた最近この9月の末とかに連投してですねあまあちょっとネガティブな投稿ばっかりしててしてたのでインスタでねネガティブな投稿ばっかりしてしまったのでインスタの方でダダーンとあの検証やったんですけど検証、えー、企画かなんか。 やったんですけどちょっと10月に入ってむっちゃ忙しかったりとかしててクリスマスケーキ検証とかもね忙しくて、まあ、周りの人は皆さん忙ししいでしょうよだからちょっと今、えー、検証企画をちょっとサボってるんですけどちょっと今マジにさ本当バタバタしてて昨日なんかさ学校行事かなんかでさ一日外出なきゃいけなくてそれで今日さくらが亡くなってとかでしょ。 あもうすごいなんかあとクリスマスケーキの検証とかもあったりとかして当てるためにね結構原子が必要だったりとか実際に本当に私応募してるんでねそレシートで応募したりとかしてでちょっと普通の人がちょっとこれ難しいでしょうっていうのをあえて挑んでどうやってるわけなんでそれね楽にね当てられる検証は確かにあるんだけどトップパルケのクリスマスケーキとかねあれは楽に当たるよ。 でも難しいのはあるんだよ。コモディーだとかね。あと、稲ギ屋の明治とかね。その困難な今まで当たったことないやつをいかにして取るかとかを考えてたんで,で。今年はもう土平日だから、あの、やたらめったらクリスマスケーキ検証にはちょっと応募しませんよと。まあ、ただ情報は言うけど、こうやって、やっぱなんかあの、 成功体験を掴んでると当たるのは勝ってるのに勝負できないのもなんかちょっと悔しいことは悔しいんですけど物がまくって困る実際クリスマスケーキなんて人にあげるわけいかないし自分で食うにも限界があるし体力的にも限界があるので。 きついんですよ子供がアスリートなんでアスリートって食事が食生活すごい大事なんですよ。だからポテトチップスを食って r ルビープログラムで当てようなんつったって無理なんな無理なんだよ私は食わないに食わなくて当てる方法をあのやるしかないんだよ。それに多少お金がかかったとしてもこれをやる,や,やるしかないんだよ。たただじゃあそのお金がかかんないいいよううにどうしたらいいか いうと適正価格をまず自分で決めてそ適正価格になってるのをこウォッチし続けなきゃいけないとかまあだからあの金さえ出せば何でもいけるみたいな感じだとね楽にね高いかろうが何かろうがもうその時欲しいもの買えるっていう感じなんだけど適正に下がる時まで狙いを待つとか見送るとか今回はディズニーディズニーの方の検証を見送ってるわけですよ。何ででももかんもあの コンスタントに当てるとかじゃなくて、ディズニーを見送らないと、ディズニーでポイント消費してる場合じゃない。ディズニーが終わった後にちょっとあのカルビー、あの,あのポイントが暴落した時とかを拾っていったりとかしたりとかして、あと値段が崩れてくる頃とかに拾っていくとか、あとは年間あの貯めてるとか、まあ毎年ジャガイモをあげる代わりに。 あのフルグラ食べてポイントちょうだいねとか声かけとくとかあのしてですねなんとかあの維持してる感じでございますはいでこの先ですねえー、まあこの第6回目っていうのは多分皆さんのじゃがいもを見て青ブしようっつってやる層が増えていってですねもうこの最終回が一番きついんですよもう初回が厳しいどんの日にならないくらい最終回きついんですこれ。 もうポイントで行くと、だから、ね、今まであったの77、77っていうのは、ここ3年前とかそれくらいですよ。ルビー・ベルゴンラムが入ってからは、もっと高ポ,高ポイントとかあ、じゃないと。あとは、あの、一回も当たったことがないとかね。ピュアな、えー、初めての人とか、あの、だったら、まあ、うん、100以下ぐらいでも、その、運で、 あるけど、録音組はそんないつもと同じ感じだったら無理ですよ。だから、もうあのここら辺難しいなと思ったらポイント積んででここら辺があの緩いなと思ったらポイント下げてとかいう調節をしていって取っていくっていう。出したら出しただけ当たるような感じ。ではもうなくなっているっていう感じです。だから年々きつくなってきて、この8年目には突入しております。8年前とは全然違いますよ。 うん、そして、えー、かつですね、あのーまあ、だんだんこう AI, AI の進化っていうか物流の、あのー、コストとかもか高くなってきてその物流の会社佐川急便とかもその、まあ、この発送の事務局とタッグを組んでですね同じ人にあの何個も何個も当たらないようにあのしてるとかがあるので。うん うんまあ、そんなの関係なく当たり渡りで送ってくれる検証もあるけれども一つ当たったらもうしばらく当たらないっていうそういうなんかあのそして今回の場合は、まあ、最終回なんかは別にもうそんなにこ連続当選記録とか狙ってる人だったらここもかかんなくかかに攻めていかなきゃいけないんですけれどももう基本的にはここ。 スルーして次の年も同じ検証やるんで毎年恒例なんでここのあのここをスルーして来年に行くべきだと思うんですよここもう普通に、えー、そうね普通がここら辺が70ぐらいで初心の方がですね70じゃ実際に当たらないですよ70なんかじ絶対当たらないですよでも70で、まあ、当たると それくらいじゃないゃ夢も希望もないでしょ。70口っていうのは140ポイントだよ。140ポイントが、じゃあ、いくらで売ってますかって、まあ、今、だいたい1ポイント5円ぐらいなんですよ。だ七百700円なんですよ、ね。これは応募するのに。700円と85円だから、まあ、800円ぐらいで、じゃあ、じゃがいもっていくらなんですかって言ったところ、これ、じゃがいもって、じゃあ、これ、あなたこれ800円で売ってたら買いますかこれ、いくらだったら買いますか 多分この価値自体が500円ぐらいだと私は思うんです。ただ送料とかを含めると、これは送料1000円ぐらい多分かかると思うんです。自分でやってみてください。こ,のこれは60サイズじゃなくて80サイズになるので、80サイズを全国的に 発送しますっていうので、まあ、佐川と企業との契約で、もうあのどこの地区だからいくらとかじゃなくて、一個千円みたいなそんな感じで契約だと思います。私が会社やってた時に、佐川との契約で一個五百円とかで私がやってた時はまだもっと古いんでね、一個五百円とかっていうので、別にサイズとかもうそのあんまあんまもう会社クソでかかったりクソ重かったりしたらそれはイレギュラー。 になるんだろうけれどもそんなあのー、60ぐらいのサイズのやつでいつも出すやつってたい決まってるじゃんそういうようなやつだったら1個500円でいいですよみたいな時代もあったわけですよ。っていうともうあれからするとやっぱり1個1,000円ぐらいなんじゃないかと、うん、多分。でこれ名古屋から実際に自分のところに転送するのに5年ぐらい前までだったら佐賀も無料で転送してくれたんですよ。 でも今は転送黒猫も含めて郵便局以外は転送お金かかるんですね。でガチに転送料金で転送でお願いしますなんつってあの名古屋からうちだよ東海からうちで送るのにいくらぐらいかかると思います佐賀急便でガチにあの電話一本で転送してくださいでやると1500円ぐらいかかるんですよクソじゃないですか名古屋とこれであれだよもう大阪超えたらもっと高いっていう感じですよ やばいですよマジにそうよ、ねで,はい、でですね多分これ埼玉の所沢郵便局って書いてあるんで埼玉拠点で発送してるかベースセンターみたいなところがあって多分倉庫が関東圏の倉庫から発送してるような気はするんですけれどもあ北海道から送ってるわけじゃないです。あのカルビンのののってていうのは、えー、北海道で収穫されて、えー、なんかあの 船何トンもするあのでっかい貨物の船でずっとあの港にこっちの関東の方の港に着いてそこから陸送で各工場にあのカルビの工場あるでしょその工場に送られるわけです陸送で北海道からずっと陸っていうのは無理だから北海,道、ま、北海道からこの辺の関東の、えー、港まであの船で来てそこから あの陸送でわっとこう工場にぶわっていくっていうイメージなのでおそらくまあ埼玉のベースのところから届くっていうのはこれ別に普通に自分の,あの当たった伝票をあれすればどこから発送されてるのかが分かると思うんであの私なんかだったら東京ベースとかっていうところがいつもだったら引っかかってるんで自分の送り場ナンバーの。 番号で検索するとどっから来て江東区あたりから発送されててっていうパターンですはい実際はだから多分東京の、うん、拠点のところから発送で佐川の東京の江東区あたりからわしてるっていう感じですかねで第このもうあの後半になればなるほどすごいきつくなってくるんで,であとここの。 え今まではね結構ねこれえ締め切りがまあここここ,ねここの締め切りもね9回と10回の間って2週間ぐらいちょっとなんかだから特に最終回はあの大変。この辺の辺 えー、まずこれはじゃがいも皆さんが見て外れた方とかが向きになってくるんで第6回っていうのはまあ難易度も高くなってきますさあ第6だったら7の方がまだいいんです78とかでも90になってくると難易度高いんですけれども,えこ,うもうここへ応募するぐらいだったら来年ね 2, 2個当てられるんでねこれ200ぐらい積んでもちょっとぐらいね200って200ポイントだよ200ポイントぐらい積んで当たるか とかっってててぐらいになってきてで実際問題ですね200ポイントってどんな感じってここに200貼れますかっていうこのポイントの欄が今まではこっちにも欄があったりとかするんだけどこれ33ぐらい34ね33であるわけないよね32なんですよ。で200ポイント 200口貼るためにはどうしたらいいのみたいなあちなみに過去に私が応募して当ててるそのポイント数はなどっかのあのー、動画に公開してるんで何ポイントぐらいっていうのがわかると思いますまあ、初期の頃はまあ100ポイントぐらいだったかなであと てると思うんで、それをちょっとあの見てみてください。実際に自分が貼って応募してる、えー、ポイント数も公開したりとかしてるんで、うん、でかなりねフルグラを混ぜないとあのー、0ポイント以上とかって、えー、無理なんです。だから私はこのフルグラのこれをはい、これ相当クソ高いよこれ。あのー、まあ、見ていただけると。 ヤフオク、メルカリラクマとかいろんなサイトがあると思うんだけどこのフルグラのポイントこんなにいっぱい買おうとしたらこれ多分ね高いよ5,000円とか下手すりゃえっっていう多分5,000円ぐらいするんじゃないのっていう感じだと思いますわ、うん、じゃあそれでこの芋を5,000円えっって思うじゃんこれ,これ多分芋自体はこれじゃああなたスーパーで売ってたらいくらで買えますか ね、主婦の皆さんだったらどうですか。これ北アカリとかでもないんですよ。えー、今ちなみに北海道で一番人気な、えー、ジャガイモの品種は北アカリです。あのジャガイモっていろいろ料理によって芋の種類が、あのー、人気が違ったりとかするんで、ちなみにこれポロシリというジャガイモというのを、えー、昨年まではそうだったんで、今回ちょっとまだ、えー、金曜日の段階で。 届いいてな買っったからちょっと何、うん、んだろうあのサイトをチラッと見たっていうぐらいで多分これねポロシリっていうじゃがいもなんですよほらここに書いてあるポロシリ 2kg ポロシリはですねあのー、結構あのー、油で揚げて美味しいっていう感じでまあ煮崩れしない系かなっていう感じです。 うん、そこら辺もこのサイトに行けば何の料理にとかっていうここら辺の達人のレシピって書いてあってまあおでんなんてあのポロポロってなっちゃう、まあ、ポロシンって名前からしてポロッとなりそうなんだけどあの向いてない芋もあるわけですよ。男爵かなんかでやったら多分ねあ溶けちゃうと思うんだよね。カレーに入れるやつみたいなやつカレーって煮込んでいくとさじゃいもの粉あの元気をとどめないじゃん。 うん、なので向いてる芋と向いてない芋とあと美味しい芋と美味しくない芋とあって私は好んで芋を買うとしたら北あかかりを買ううななっていうそんな感じでございます、はい、でもこれはもう祭りなんで採算とかを度外視して当てているっていうこの現状もね分かっていただいた上でそれで貧乏小食とか言えよマジにこれ当てるためにいくら金か,、ね、かかってると思ってじゃがいも買うよりも金かかってんだよマジに。うん、で 何ポイントで当ててこう当て,て見せびらかしてるわけじゃなくて真実を伝えてるわけゆるーくだってさゆるーくだってこんなもんさ私がさ、あのー、言わなかったらさ涼しい顔してさねこの人絶対さ広いんでしょうみたいな感じのさイメージのキャラのやつがさ私これ48ポイントつけて24口で当てました第3回。 締め切りが一番当たると思いますかなんか言ったら、それみんな信じんだぜ。で、それをさ、雑誌見て、金、金出して雑誌買って、達人の言葉とかつってさ、信じてさ、真似してさ、当たんねえっていうさ、それないでろ、それ。おいおいうまいよ、つって。そう、それ確かにさ、それみんなにね、48口で当たるよっていう方がさ、あ、48ポイント24口で当てるよって言った方が、それ、それはさ、 まあ私もやろうってなんだけどこんなんもう70口でも当たんねえよって言われちゃったらさえ70ポイントえ70ポイントじゃないんだよ144点払わなきゃいけないここに、ね、144点なんてさ1年間、ね、一般人が1年間食,食って1回応募できるかできないか2回応募できるかできないかだよ <laughs> あの前、昔に、すごい、じゃがりこを食って、ここいっぱい貼って、応募して、当たねえとかして言ってる方がいたんです。いや、じゃがりこだけじゃダメだから。フルグラいけ、フルグラ。フルグラも貼らなきゃ無理だし、で、じゃ、あの、あなたの年齢で、あの、じ,じゃがりこを食って、自分でじゃがりこ食って頑張ってる、ね、それ、すごいダメ、ダメよ。体に良くないから、フルグラビッツにしろと言ったこともありますよ。うん。 り <laughs> とか食ってたらダメだよマジにであとはじゃがりこは、えー、このオリパ系ができないのでルビープログラム無理なので当てようとするんだったらもしあの数そんな食いたくなくてあのず、えー、っとうまく当てたいなっていう人はこのウェブの方のルビープログラムから当てた方が良くてはいあとはまあちょっと年齢がいってる人あのポテトチップがカルビー様に大変だから嫌われてんのかな 大変申し訳ないですけれども日本の食べ物の中で一番食ったら危険な食い物はポテトチップスってミンタリス・リーゴ私が言ってるわけじゃないんだよミンタリス・リーゴが言ってるんーデーゴ先生が言ってんだよポテトチップスが一番よくないです油も炭水化物エンド油ね一番よくないと言ってるぐらいのあと塩じゃがいもって塩がないと美味しくないんで塩分糖分 あ塩分、糖分。炭水化物糖分でしょ塩分、糖分、油分。これ全部が揃ってる、ね、危険な電車、それで、あの、見境なくずーっと食べてられるんってビッグが出てくるくらいだから、あれも食ってたら多分ね、体良くないよ。まあ、私なんかあの、自分の体がストップかけてるから、翌日に胃がムカーってしてくるから、これも自動制御システムだと思ってるんですけどね。 だから自分で食えないっていう。で、子供にもちょっと食ってほしくない。まあ子供なんかだとポテトチップスとか、まあ、まあうちの場合はもうガチのアスリート、ガ,スガチアスリートなんで、なんかで、ね、ガチアスリートはガチアスリートで、なんか健康に悪いものは、 自動的に食わないようになってくるみたい。あの、横浜家系ラーメンとか、う絶対嫌だっていうし、塩分の濃いものもなんか絶対嫌だっていうし、肉と魚と魚の方がいいっていう思考があるので、あとちょっと制御が効かないのが、まあ、チョコレートがちょっと制御効かないところもあったんだけど、まあ最近若干、若干大丈夫になってきて、今、ちょっとやばいんじゃないの プリンぐらいでも私が食ってるさアイスあのでっかいさレディーボーデーに比べれば全然アイスさ2個食っても全然なんか緩いから全然あれなんだけどうんまあねはいあんまでもね子供って抑止するとすれば下だけ親の目を盗んで今度の、あのー、やっちゃうからやっぱり今の子供のこの時代の教育方針っていうのは認めて褒めて 愛して,育てる。こうスパレタはね全然今の子供には向かないアスリートとかも、あのー、スポコンみたいな感じで崖から突き落とすみたいなやり方は今の子供には通用しない今の子供もそこのなんかその例えばそのアスリートで水泳でやっていってそこでもう厳しく生きていかないとっていう環境があるかもしれないけど 学校とか日常生活とかそれじゃないんだもん。周りの子たちが全員水泳選手とずっと一緒にいるわけじゃなくて、学校生活に行ったり、学校に行ったりとか、何が行ったりとか、SNS で見たりとかして、ゆるく生きてる時代にもかかわらず、スポコンみたいにやったら、今みんな死んじゃうから、ダメですよ。あ生きてこそなんで、あの、どちらかというと、男と子供は認めてやる、褒めてやる、おだててやる。 そしてもうすごいねすごいねすごいねって言って勘違いさせて一発大逆転を狙うそっちの方が今もう平成のアスリートとかは大体そういう成功体験あの語ってますよねなんかあの自分がすごいなんかここちょっと弱くなってなダメだなって思ってた時でも親だけはお前がすごい一番すごかったお前のあれはすごかった素晴らしかったよって 親がとにかく褒めてくれたんですっていう人があのメダル取ったりとかしてますわあのなんかリスリングかなんかの人の話をテレビでサウナで聞いた時に「あやっぱそうだよね」って崖から突き落としてライバルを持ち上げてそれに食いついていこうみたいなそういう時代では今全然ない生まれて育った環境とかが全然そうじゃない。で今の子は割と写真にも なんか写り慣れてる感じ私なんか意外と写真とかカメラ向けられると嫌だって思うで私の親の世代 とかおばあちゃんとかの世代親でもないと思うのよちょっと上だと思うんだけど魂抜かれるぐらいに思ってる写真魂抜かれるって思ってる世代の,あの価値観の人っている今の子はもう生まれてからずっとスマホで写真撮られてるかまあ写真撮られても何ともあんま思ってないみたいなでもいろいろ SNS とかそうじゃダメだよねっていうのも教えていかなきゃいけないんだけどあの教え方があるよっていう感じだからもう先生とかもあの全然ガラッと変わっちゃってるよね な老害とかでそういうなんか訳わ分わかんないことを、うん、考えてなんか子供を絶望に追いやるような人は淘汰されていくべきだと思う子供少子化なんでね。 うん、ちょっとまあ、そんな感じでございます。はい。まあ、1時間、ちょっとマジに出かけなきゃいけないのに、ね、ノンキに喋ってしまった。まあ、ここからカルビ代謝格祭、とりあえず私、あの、当たったんで、当たってるんで、あの、なんか質問があれば、書いていただければ、あの、お答えしますんで、えー、当てたい方はですね、ご質問ください。あのー、まだ一応、狙い目としては、ここに行く前に私はもう騒いでるわけだから、 あの、狙い目の時はね、えー、これ6回じゃなくて、ま、7、8、ここが、あの、次の、これを見てですね、ま、私も出たかったとか言って、悔やまれてる方はですね、これ7、8ぐらいを狙い目で、えー、攻めてみてください。で、とにかくカルビーの場合は、ゆるーくポイントね、あのー、中途半端なポイントを、 ゆるーくこう、毎回毎回応募してたんじゃ当たらないので、当てたいって思う時を狙って、ガンって出す。そこ。 大事で,すでもう全部そのフルグラフルグラなんか買えねえよその金なんかかけてらんねえよってこの欄だけでは何とかしてんだよっていう方はですねこれ2ポイントしかこれはこれだって2ポイントなわけでしょ2ポイント3ポイントでバーッと貼ってねカルビーの場合はえここのポイント32マスしかなくなっちゃってるんで例年よりも結構あの劣悪でもうフルグラ投入しないとどうにもならんとそういう状況になってフルグラの 価値がものすごい高,高くなっちゃってどうにもならんのですけれどもカルビーの場合は、まあ、1枚のハガキでは1回必ず切手を貼れっていうのがお達しなんだけれども住所と名前とこの連絡先が同じだったらここに1回に応募するハガキではその、まあ、24口ぐらいでしか応募できないと、まあ、2ポイントとかねあのしょぼいポイント貼ってたらその2二3 0口ぐらいしか無理ですよ。 実際に、百何口とかなんか一枚のやつで3ポイント全部貼ったぐらいじゃ無理です。そうすると、どうするかっていうと、ここ、プロフィール全部同じにして、同じ週の締め切りまでの間に、あの、 同時に投函しとけばですね合算されてこの何口っていうのが20口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 っていうので5枚のハガキで20口が5枚だから2 0か5で100口みたいな感じでいけますんであのそれをやってみてくださいとわからないことがあればですねこのあのー、事務局に聞いてみてください はい、そしてカルビーの事務局とカルビーのお客様相談室では、えー、全然あの違うのでどちらかというとこの事務局っていうのは事務的にやるのでうん結構ねハガキが入手できないんですとかって言って電話かけたとしても「ダウンロードハガキでやれ」とか自分でハガキに書いて手書きで書いて やれとかって言うんですよまあでも手書きのハガキの方がびっちりポイント貼れるかなとかは思うんですけれどもまあでも同じかな1枚多くずつ、まあ、ここが貼れるかなぐらいになってくるんででこれうんそうね今回私はお客様相談室に電話、まあ かけたんじゃなくて、今回はいつも行くスーパーに電話かけて、カルビ大収穫祭のハガキ欲しいんですけどって言って、まあ、東急スターにね、言って、調達してもらおうと思ったら、今年はね、それができないんですかなんか言われてガクってなったんですけど、まあ、ほら、私、関東じゃんいっぱいいろんなスーパー行ってんじゃん普通に自然に見つけることができましたよ。第1回虫目りの前に。結構前に。 ただちょっと今年の夏とか大変だったんで応募第1回目応募するのとかも結構大変でしたギリギリまでにはなかったけれども第1回目締め切りの本当にいつもだったらもっと早めに応募できてたのが、えー、結構ギリギリの部類になるんじゃないかなぐらいな第1回目抽選までには間に合ってるけれどもすごい大変な思いをしました今でも許せない しばらく許せない。多分一生許せないだろう。自分のことでやられて8年ネチネチしてるぐらいなんだから、子供にやられたことっていうのは多分ね、一生忘れねえんじゃないかぐらい怒ってますよ。マジに。でも、当てることができて結果が出せてよかったです。こんなことで結果とかなんとかっていう,いうね、のもおかしいように思うんですけれども、やっぱり私の中でカルビー大衆格差というのは、やっぱり、なんか、うん、貧乏小食だの。 な,なんだろうって言って言われて、えー、なんかあんまり SNS とかの発言力を持ってなくて子供も小さくてどうにもならん時にいやなった検証だったりとかしてるんでこれをなんかずっと続けて8年連続イエーイってやることは自分の中でやっぱりなんかその費用対効果以上のものがあると思ってるんでこれをやってるっていう感じですかね。はいということでまあね国 <laughs> こ YouTube とか聞いてる方だったらね、私がケチではないということはもう絶対分かってもらえると思うんだよ。うん。あの、はい。で、人はさ、本当見た目とかでは全然ないからさ、見た目とかだけじゃなく中身を判断して、で、えー、でですね、ぜひ、あの、検証、ケーマーの方に向けて言ってるとしたら、まあ、 あの、結果出していきましょう皆さん。ということで、ご視聴ありがとうございました